日本列島は南北に伸び、周りは海に囲まれています。三重県は本州の関西地方に位置する日本の都道府県の一つです。この三重県は田舎のに便利で静かな町です。言うまでもなく、この町は自然の美しい町です。目を閉じて波の音とか鳥の鳴き声とかを感じると心の癒しになります。夜、空に輝いている星を見ながら歩くこと、楽しくて安全です。私たちは様々な国から来日した留学生として、三重日本語学校で日本語を学んでいます。学校は寺院とも呼ばれるという標語があります。先生に伝えたいメッセージを少しずつ言うので、耳を澄ませてお聞きになってください。はい、先生、おはようございます。今までいろいろな勉強が関係ないことでも生活で一応ことを教えてくれてありがとうございます。先生のいろいろな話をどこ行っても忘れません。ありがとうございます。まずは先生の信頼の学生にならなかったので申し訳ございません。私たちの担任の先生になっているようなことを教えていただきありがとうございます。担任の先生ではなく、いろいろな、大事な言葉を教えてくれたので本当にありがとうございます。これで終わり。ありがとうございます。日本に来たばかりちゃんと挨拶もできなかったんですが、今は先生のおかげで日常会話と少し話せるようになりました。今までいろいろなことを教えてあげて本当に心からありがとうございます。おはようございます。先生、三重日本語学校の学生たちの一番好きな先生、高田先生、会いましょう。高田先生の授業はいつも面白いですから私は忘れません。先生は日本語だけなくて世界中にいるようなことも教えてくれて、いつもありがとうございます。先生、いろいろなことを教えてくれました。本当にありがとうございました。先生はいつも授業中で優しくて笑顔でいろいろなことを教えていただき感謝します。先生から習ったことをいつも思い出し頑張ります。先生いつもお元気でお願いします。先生の優しさ忘れないので、私も忘れないでくださいね。先生ありがとうございました。1年半先生と過ごした時間は私たちの宝物です。先生ありがとうございました。先生と一緒この1年間はとても楽しく過ごました。先生いつも元気にしてください。忘れないでくださいね。先生ありがとうございます。先生いろいろなことを教えてくれた、ありがとうございました。先生忘れないでくださいね。ありがとうございました。1年半いろいろなことを教えてくれてありがとうございました。先生の授業中で楽しかった時間を忘れません。先生本当にありがとうございました。1年半ありがとうございました。先生が担任で良かったです。楽しい学校生活、これも先生が言ってくれたおかげです。本当に良かったです。ありがとうございました。先生、一年の半間いろいろなことを教えてくれてありがとうございました。私たちは先生を永遠にご惜しく思います。いつも元気にしてください。忘れないでくださいね。おはようございます。先生、まず第一に三重日本語学校で勉強するのは素晴らしい機会です。高田先生、ずっと私たちの目標を達成するために最善を尽くしてくださってことに感謝しています。私は指導とか友情とか気流中とか、そして愛を決して忘れないでしょう。
今までありがとうございます先生。いろいろなお世話になってありがとうございます先生、忘れないでね。ありがとうございます先生。もう1年半先生のおかげでいろいろな勉強以外のいろいろなことを教えてくれたのでありがとうございました。おはようございます先生。この1年半先生からいろいろな面白いことを教えてもらって本当に良かったです。この学校から別れても先生と先生の面白いことは忘れません。先生が私たちの担任になってくれて良かったです。本当にありがとうございました。先生はいつも私をサポートし正しい道に導き、以前よりうまくやるように始ませてくれました。ありがとうございます先生。こんにちは先生。今までいろいろなことを教えてくれたので本当にありがとうございます。多くの方法で私にインスピレーションを与えました。本当にありがとうございます。先生のことを覚えなくてもいいです。なぜかというと先生はいつも私の心の中に思い出に残っていつも応援していると思っています。本当にありがとうございました。先生との1年半の時間素晴らしくて本当に忘れがたいでした。先生にこの後いつ会うか知らないけれど後の時間を元気で過ごしてください。先生いつも面白いことを教えたり自分の目的を実現するためのいい方法とかいろいろ習慣を教えてくれたりいつもありがとうございます。先生おはようございます。この1年半先生とも楽しみの勉強ができたのが感じしております。私のことを忘れないで。先生今までいろいろな面白い話をしてくれたありがとうございます。いろいろなお世話になりました。本当に感謝しました。ありがとうございます。先生いろいろなことを教えてくれてありがとうございます。先生の優しさに感謝しております。おはようございます。今までご指導ありがとうございます。同窓会を楽しみにしています。いつもお元気で。おはようございます。先生が教えてくれたいろいろなことを考えて将来にも今よりもっと頑張って生きるまで先生が教えてくれた道に歩きます。本当にありがとうございます。私たちの顔と名前忘れないでね先生。先生おはようございます。先生の1年半の授業中はとても楽しかったです。授業中では勉強以外もいろいろことを教えてくれてありがとうございました。先生の授業は本当に面白かったです。この先こんなに授業で笑うことはないと思うのでもう先生の授業も受けられないのが一番残念です。昨日の学校行ってからもこのクラスや先生のことを思い出して頑張ります。本当にありがとうございました。日本の文化、生活などいろいろな面白い話をかけて教えていただきました。ありがとうございました。先生1年半本当にお世話になりました。先生が担任だったおかげで毎日楽しく学校生活を送ることができて嬉しかったです。先生ありがとうございました。先生大変なお世話になりました。先生の授業のおかげでみんなの日本語力を上げることができました。いろいろな面白い話を教えました。先生は私に楽しさ日本語を教えてくれました。本当にありがとうございます。目的、効果性、継続、習慣、この4つのことを本当に忘れません。クラスで何か悪いことを言ってしまいました。気にしないで許してください。ありがとうございます。おはようございます。1年半に日本語の先生だけじゃなくて26歳の親になってくれて本当にありがとうございました。先生に感謝しております。忘れないでくださいね。先生いつも素晴らしい時間をいただいて感謝しております。私は先生のことを決して忘れません。先生お元気で。ありがとうございました。おはようございます。一年間ありがとうございました。幸せの方法を教えていただき私たちのことを考えてくださってありがとうございます。おはようございます先生。
今までいろいろなお世話になりました。本当にありがとうございました。先生のことに感謝しております。自分の夢を実現するためにいつも頑張ります。先生の授業は楽しかった。本当にありがとうございました。おはようございます、先生。今まで1年半一緒に勉強して楽しかった。いろいろなことを教えていただいて、心から感謝しております。本当にありがとうございます。おはようございます先生。今までいろいろなことを教えてくれていただいて本当にありがとうございました。こんにちは、石毛高田先生。今までいろいろな知識のことを教えてくれました。本当にありがとうございます。嬉しい、楽しい、幸せ、愛している、ありが大好き、ありがとう、知っているの意味を教えていただいた。本当にありがとうございます。これご縁の意味は私いつまで忘れません先生。それの意味は私の心に残ってあります先生。いつもお元気で世話になりました先生。ありがとうございました先生。こんにちは先生。先生はとっても素晴らしい先生 と友達でした。1年半に一緒に勉強していろいろなことを教えてくれたのでありがとうございます。こんにちは先生。高田先生の学生のは1年半もなりました。その間に先生と一緒に勉強する友達といい関係がなります。 And I feel really blessed to have like a 先生 like you. Thank you. ありがとうございます。こんにちは先生。今まで1年半ぐらい担任になっていろいろなことを教えてくれてありがとうございます。先生は先生の優しさことを一緒に楽しんでことを忘れないで、ずっと将来に思い出します。今までありがとうございます先生。こんにちは先生。ありがとうございます。1年半の間にたくさんことを教えてくれて本当にお世話になりました。ありがとうございました。おはようございます先生。今日、日本に来日したのはもう1年半になりました。今まで高田先生は私のため、私の日本で生活をできるようになるため、高田先生が教室で勉強以外のことをたくさん勉強教えていただきました。卒業して違う学校に行っても、生活から教えていただいたを使いながら、自分の目標を達成するため頑張ります。本当にありがとうございます。先生もお元気で、いつも元気になってほしいです。ありがとうございます。今までいろいろな勉強のこととか、人生の成功のことを教えていただいて、ありがとうございました先生。先生に教えてくれたことで、この後ももっと頑張るの気持ちが起きました。先生は先生だけじゃなくて、いい感覚です。今までは何でも教えてくれてありがとうございました先生。私の中で一人の特別な先生を目指します。先生私の顔は忘れないでね。先生ありがとうございます。こんにちは先生。1年半間にいろいろな料理を教えてくれたりありがとうございました。こんにちは先生。たくさんいろいろないいことを教えてくれてありがとうございます先生。いつも元気にしてくださいね。忘れないでね先生。こんにちは先生。今までのたくさん勉強をしてくれたので本当にありがとうございます先生。僕は高田先生から教えた目的、後悔し、継続、習慣のことを自分の心の中に残っているので、そのを告げながら一生懸命頑張ると思います。お元気でしてくださいね。ありがとうございます先生。今までいろいろなことを教えていただきありがとうございます。私に全ての知識を提供してくれて本当にありがとうございます。高田先生はいつも私の最高の先生になります。本当にありがとうございます。こんにちは先生。こんなに素晴らしい先生になってくれてありがとうございました。あなたのクラスは私の気に入りでした。この1年半間にいろいろなことを教えてくれて本当にありがとうございました。お元気でしてくださいね先生。
勉強以外だいたい1億万円ぐらいの朝食を教えてくれて本当にありがとうございました。私は今から、ずっと諦めないで勉強します。先生もいつも幸せで元気になってほしいです。ありがとうございました。おはようございます。先生、1年半間にたくさんことを教えてくれてありがとうございました。いつも幸せになってください。1年半の間にわからないことを教えてくれたので本当に心からありがとうございました。先生が私の担任で本当に良かったです。たくさん大切なことを先生から学びました。本当にありがとうございます。楽しい1年半でした。また先生のクラスになりたいです。今まで本当にありがとうございました。高田先生、今まで1年半間にいろいろなことを教えていただき本当にありがとうございます。 お元気にしてくださいね。忘れないでくださいね先生。ありがとうございます。